丈夫だから心配しないで。野外で偶然ファデュイを見つけて、そのまま後をつけたそうだ。ファデュイ？順を追って説明するから落ち着いてくれ。実は、気をつけろ、ファデュイだ。ファデュイもアビスに襲われたの？いや、違うみたい。行商人たちを保護してる。ほら、あそこ。確かにそうらしいな。何か取引でもしてるのか。もう少し観察してみよう。怪我がなくて何よりだ。最近各地でアビスの魔物が湧いている。旅行の計画は取りやめて、しばらくは競技場から部族の拠点に避難しておいた方がいいだろう。ありがとうございます。でもお礼にできるようなものが何もなくて。礼などいらない。任務を執行中に君たちが危険な目に遭っているところを見かけたから助けたまでだ。本当にお礼がしたいなら、俺たちに会ったことを口外しないでくれると助かる。そうだな、ナタの戦士が助けてくれたことにすればいい。ええ、わかりました。でも余計なことは考えるな。何か企んでいるわけではない。ただ隊長様が煩わしいことは嫌うのでな。無論これはあくまでこちらの望みであって、決定権は君たちにある。ファディが口を封じるときは強硬手段を取るな。わかりました。行きましょう。聞いた？隊長って言ってたわね。変人様が行方を追ってる人じゃない？ああ、大物の予感だな。だが、取引ではなく、通りすがりに人助けをしただけのようだった。何か企みがあるようには見えなかったな。隊長のナタを救いたいという言葉は信用ならないと思っていたんだが、奴の言葉が真実であることを裏付けるような光景だった。私たちファデュイに対する先入観にとらわれすぎなのかしら。結論を出すのはまだ早い。後をつけるぞ。奴らの目的地と行動を把握しておく必要がある。目的地はここだったみたいね。びっしり見張りで囲ってある。厄介だわ。お前はここで待ってろ。中を覗いてくる。ちょっと待ってってば。こんな状況でどうやって乗り込むの？見ろ、地形を利用すればいい。奴らは火翼の集いの移動手段に詳しくないかもしれないしな。そうかもしれないけど、ここからじゃ奥の方は見えないのよ。バレずに隠れていられる場所が必ずあるとは限らないでしょ。一人だとどうしても視界に死角が生まれるものよ。警備が厳重な場所ほど調査する価値がある。たとえ隊長がここにいなくても、ファデュイが何を企んでいるかぐらいは探れるはずだ。リスクを冒してでも情報を手に入れる価値がある。聞く耳持たずね。はいはい、わかったわ。ただし私も一緒に行く。なんだそれは。私の案の方がマシだ。ずっと患者の治療のためにあちこち駆け回っていたのに、無茶したら体が持たないぞ。私は自分の身を守れるが、今のお前は。私だって守れるわ。それお前自身も信じてないだろ。信じるかどうかはお姉ちゃんの問題よ。お姉ちゃんが一人で突入して五体満足で出てくるなんて想定実現できると思う？私が言うことを聞かなくてお姉ちゃんに迷惑をかけたことなんて一度もないでしょ。むしろお姉ちゃんの方が。分かった分かった。ここで言い争っても仕方ない。絶好のチャンスを逃すわけにはいかないんだ。くれてくれたわね。心配しないで。私だってれっきとした火翼の集いの誇り高き若者なんだから、これぐらいお手の物よ。なら昔みたいに手分けして行動しよう。手で合図を送り合いながら互いの死角をカバーしつつ、必要な時はサポートする。ロープは持ったな？バッチリよ。行きましょう。
ハデュイがみっちり見張ってるな。ここはクイクの合図を待とう。今だ。またとないチャンスだ。必ずものにしないと。よし、バレてない。順調だ。次はあそこの高台か。やっぱりファデュイが見張ってる。クイクの方がよく見えてるみたいだ。あいつの合図を待とう。合図だ。よし、ここからじゃこれ以上合図を遅れそうにないわ。先に進むしかない。お姉ちゃんもそう思ったみたい。ファデュイの動きを注視して合図を送ってくれようとしてる。ここは待ちましょう。今だわ。バレるところだった。一気に向こうまで行くのは無理そうね。チャンスを伺いましょう。よし、ついた。私だってお姉ちゃんに負けないんだから。大事そうなところは全てファデュイが見張ってるわね。遠回りするのもありだけど。あ、いいこと思いついた。ん？何の音だ？爆発か？うやっ、臭い！うやっ、なんだこの匂いは。おい、何してやがる。そりゃこっちのセリフだ。効果てきめん。あの人たち、ファデュイが目の上のタンコブだったみたいね。いい口実とばかりに噛みついてくれたわ。あっちの山の人も加勢しに行った。よし、お姉ちゃん、こっちこっち、迎えに来て。クイクのやつ頭が回るじゃないか。すぐ行く。手をつかめ、早く。うん、こっちよ。誰もいないことは確認済みだから一番奥まで近づけるはず。私みたいな優秀なアシスタントは引く手あまたなのよ。お姉ちゃんだけが認めてくれないんだから。ああ、私の問題だ。クイック、よくやってくれた。わざと嫌味な言い方をしたのに、あっさり認められたら私の方が悪役みたい。とにかく目の前の状況に集中しよう。ここは敵の真っ只中だ。
滞在する時間が長くなればなるほどリスクも大きくなる。お姉ちゃんが気にしてないならいいわ。それにしてもファディがあんな大掛かりに発掘作業を進めてるとはね。まさか文化や歴史に興味があるのかしら。おそらく竜が残した資源装置を探してるのだろう。わずかな記録しか残っていない古代の代物だ。地元の人ですら使い方はよく分かっていないのに、なぜファディが。問題なく機能しているようだ。隊長様がお探しになっているのはこれで間違いないだろう。苦労なす、やっと見つかったな。持ち帰って報告しよう。持ち帰るってどこに。ついてく。お前まだついてくるつもりか。当たり前でしょ、最強コンビなんだから。最後まで一緒に行動しないと。何の音だ。ち、気づかれた。逃げるぞ。石が落ちてくるわよ。お宝を見ておいた方がいいんじゃない。騙しやがったな。奴らを捕まえろ。なんとかファデュイを振り切った後、再び後を追ったんだが、奴らは同じようなものをいくつも集めていた。でもその後も行動を取る様子はなかったから、一旦撤退することにした。で、クイクはそいつらに追われた時に怪我したわけ。いや、自分のキャパを把握できていなかっただけだ。競技場に戻る途中、力尽きて倒れた。少なくとも作戦中は足を引っ張らなかったでしょ。私の連勝記録は途切れてないんだから。結果すると二人とも素晴らしい活躍だった。家族でない私に言えるのはこれぐらいだが。はい、反省しています。これまでの情報からすると、ファディの狙いは古代の非現装置だろうね。うちらからしたって謎だらけのものを隊長が飲む。私にもわからないが、神の心と似たような効果を発揮する可能性がある。この線で調べるとしよう。シロネン、ナタにいる非現学者を全員集めてくれ。オッケー。二人ともご苦労だった。クイクはゆっくり休んでくれ。君に見てもらった患者たちからの土産が談義室に数多く届いている。君に渡してほしいとな。私からもちょっとしたプレゼントを用意した。一緒に家まで届けよう。ささやかなお礼だと考えてくれ。みんなが私の大活躍の証ですね。ですが、エンジン様から贈り物をいただくわけにはいきません。私たちはナタのためにやるべきことをやったまでです。クイクのことはご心配なさらず、家に連れ帰って休養させますので。クイクの大好物のチビリュービスケットが入っているのだがな。え、欲しい。エンジン様、遠慮なくいただきます。こら、クイク。まったく。実は私も好きなんだ。君たちの分もあるから、後で食べてみてくれ。今から非現装置の資料を調べる。進展があれば、すぐ知らせよう。ヒヒ、遠慮なくいただ